ここは人間とロボットたちが楽しく暮らす愉快な星メカーノ星だ。はあ、今日のお茶会はいい感じの茶が揃っておるな。わあ、酒はうまいぞ、うまいぞ。わあ、さあみんなで怪獣の丸焼きでも食べようか。わあ、しかしその部屋は脅かされるのだ。うわあ、はあ、ロボットは人間の道具だ。共に意志を持って仲良く和気あいあいと暮らすなど許さない。ははは、よくやったぞリーム。お前のおかげでメカーノ星は人間とロボットが互いに殺し合い破滅していった。ファイト星人様、私はあなたの追いつけに従って奴らをまとめて根絶やしにしただけです。ははそうだな、そうであった。私の天才的な頭脳によって全ては引き起こされたのだ。お前は私の手駒に過ぎないということは、改めて今お前の発言で身をもって感じた次第だよ。はは。しかし、このような大量虐殺を繰り返して一体、最終目標とは私は聞かされておらんのですが。ははは。地球で一番優れているのはこのファイト星人であることは、お前もご存知の通りだ。いいか、頂点は常に一人なんだ。他の惑星に俺よりも優れた人間がいるとしたら、それはアウトなんだよな。つまりは、奴らが全宇宙の者どもが内紛によって滅びていけば、自動的に私が宇宙の頂点となれるのだ。そのためには、奴らを殺さなければいけないが、物理的に殺すのは面倒くさいからな。宇宙健康のお前を雇って火種を投げ込むことによって、最終的にはみんなナイフで死んでいくっていう、そういう戦法なんだよ。なるほど、面白い作戦ですが、私は一つ疑問があります。この宇宙健康リームが物どもを虐殺していくことによって、自動的に人殺し人数の多い私が宇宙の頂点となるのだよ。はっ、貴様は裏切りやがったな。貴様何も分かってないふりして俺をクソー騙しやがった。おやめください、おやめください。うわー、クソー、てめえ素顔を見せやがれ。うわ、なん気持ち悪い。私の素顔を見られたら死ぬという家のしきたりに伴い死にます。パターン。はあ、これで俺様を邪魔する奴は本当に一人もいなくなった。さあ、こうなったら作戦を実行できる者がいなくなったので、俺が直々に宇宙人どもを虐殺してやるわ。死ねえ。うわぁ、やめるんだって。握力が弱くて、全然死ぬに死ねないぞ。何？くっそんな。俺はもう宇宙一にはなれないのか。おい。お前よ、ファイト星人よ、お前は電子レンジマン、なぜ俺のところに来た？俺を笑いに来たのか？いや、お前は宇宙一になれるんだ。それを伝えに来た。本当か？俺が宇宙一になれるのか？そうであった。ファイト星人は大量虐殺の罪によって宇宙一の刑期を得られたんだ。